はい、こんにちは、こんばんは、たかです。昨日は大注目の FMC が先ほどありましたね、深夜3時にありました。結果としては据え置きということで、これは完全に予想通りではあったんですけども、ただこの先の予定ですかね、これが若干高配寄りだったというところで、ドルが買われたというところですかね。ただ悩ましかったのが、昨日これ FMC がある前にかなりこうドルに売りが入ってたんですね。これをどう見るか、かなり意見分かれるところだと思います。このあたりをまずは触れていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルですけども、ずっと僕はここのサポートを見てたんですね。ずっとこれがサポートされていて、これが高安になってレンジになっていたわけですから、このレンジからブレイクしてくれば一つの決着となってくるかなと思ってました。そんな中で、今これ見ていると少し抜けているんですけども、ただこれ FOMC で抜けたわけではないんですね。これ FMC 前にもすでに抜けてたんですね。PPI なんかも一つのきっかけにはなっていたと思いますけども、ただそれ以前から少し弱かった流れもありましたので、これを見てもドルは弱かったんだろうなと。この弱い流れに対して FMC でドルに買いが入ったということになってくるんですけども、ただなかなか買いが続かなかったですかね。少しこう上ひげをつけたりなんかもしています。やっぱりこれはもう最終最後、日足がどこで閉じるのかですね。日足は6時に閉じますんで、もう少しこう時間あります。2時間ほどありますからね、どこで閉じるのかというのは見たいところなんですけども、ブレイクしてくるのか、それとも戻されてしまうのか、このあたりは注目して見ていきたいですね。もう少しこれ動いてきそうですから、何か変化があれば追加で動画の方は撮っていきたいと思います。ただこれ抜けてくると、特にこのドルが絡む通貨ですね、このあたりは環境の方がガラッと変わってくることになると思います。このあたりはしっかり見ていただきたいなと思います。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円指数がかなり弱い流れが出ているんですね。特に一昨日ですけども、直近の安値割り込んでしまいました。円すごく弱いんですけども、ただ昨日全然動いてないんですね。動く環境はあったと思うんですけども、全く動かなかった。こうなってくると、週末の日銀の決定会合ですか、これを睨んだ動きなのかなというふうに思います。ただ金曜日ですからね、今日木曜日ということで、今日に関しては円相場というのはちょっと値動き難しくなってきそう。基本的に動かないことを想定して見ていくことになりますかね。すると円が絡む通貨というのも基本的に動きにくい相場になりやすいかなと。特に黒線なんかちょっと難しい動きになってきそうですね。FMC もあってドルも動いてますんで、今日に関してはまずはこのドルを中心に見ていけばいいのかなと思ってはいます。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。かなりボラが出てますけども、これが PPI があったり FMC があったりと、よく動きました。ただ僕はこれもいつも言うんですけども、よく動くことが問題なんではなくて、その結果高値安値、重要な高値安値を抜けてくるかどうかというところが問題だと思うんですね。今のドルはサポートを割ってくるかどうかという、そういったせめぎ合いになっています。この決着というのはひとまず6時で見ていきたいところですから、まだもうちょっと時間があるんですね。動画を撮る関係もあって、今まだわからないところもありますので、このあたりは変化があれば再度また見ていきたいと思います。今のところまたこれドル売りが入ってしまってますんでね、これがおしめ買い入ってくるかどうかというのが大きなポイントだと思います。あとは昨日のこの動きで一つ分かったことがあるんですけども、これ大きくしていくと、これ FMC でよく動いたんですけども、この瞬間同じように動いた通貨が一通貨5ドルですね。ということはドルが動けば5ドルが動いてくると、そして逆相関ですね。ドルに買いが入れば5ドルに売りが入り、ドルに売りが入れば5ドルに買いが入ると、逆相関の動きになっているということは、すごくボラが出やすいということですね。ということは、これ仮に順張りで見るにしても逆張りで見るにしてもなんですけども、ドルが動くことを前提に見ていくんであれば、5ドルドルはすごく相場の方が動きそうというのがありますんで、これは少し注目はしたいですね。昨日なんかかなり大きな売りも久しぶりに入りましたんで、今こう戻りが入ってます、リバウンド入ってますけども、この5ドルドルはしばらく注目ということになってきそうですね。今までボラがすごく出ていたんですけどね、まだまだこう落ち着きそうにはないですね。一方でこの他の通貨、ポンド、ユーロ、円、このあたりちょっと動きが鈍いんですよね。昨日のこの FMC で動かなければ、じゃあどうなったら動くんだということにもなってしまいそうで、FMC という重要なイベント通過しましたんで、もしかしたら動いてくるかもしれませんけども、あまりこう過度な期待はしない方がいいのかなと。5ドルとかに比べると、一歩引いた目で見ていくぐらいでちょうどいいのかなと思ったりはしますね。やっぱり注目していきたいのはドルですかね。そしてこのドルにすごく反応よく動いている5ドル、このあたりを注目して見ていこうかと思います。
はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、しわしわ重ねています。ドル円ここしばらくまあちょっと動きがないんですね。上昇トレンドの調整局面といった形を見ています。調整レンジの高安も若干見えてはきているんですけども、なかなか抜けてこないと、まあ、環境が変わらないですからね。まあ、話すこともどんどんなくなってきていて、ドル円なんかこう解説時間もだいぶ短くなってきたんですけども、なかなかまあ決着つかないですね。昨日なんかは FMC もあったんですけども、それでも決着つかず、現状ではレンジの高安まだ抜けていません。そして現在地もレンジの真ん中です。まあ、環境としてはすごく中途半端な環境、まだまだ続いてますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。これを見ても上昇トレンドの調整局面、レンジの形がはっきり見えています。高値が140円の少し超えたところですかね。安値が138円の後半あたり。現在地がレンジの真ん中と、昨日は高値から売りが入ったということですかね。ですから、高値から売る、安値から買う、もうこれを徹底していれば、全然取れている相場だと思いますけども、ただ、レンジというのは実は抜けてきますんで、そのあたりがどうかというところ。僕はレンジ相場って結構苦手なんでね、あまりこう積極的にやりたいなと思わないです。やっぱりブレイクというのをまずは確認してからということになるかなと思うんですけども、昨日なんかはブレイクを期待したんですけども、結果ブレイクせずと。現在地も真ん中ですからね、これでは僕はやれることは少ないですね。やっぱり上から売る、下から買う、やっていくんならまずはそれを見ていくことになるかなと。真ん中ですからね、まずは引きつけるというのが大事になってくるかなと思います。はい、変わりましてこちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ても上がったり下がったりですよね。レンジの相場になっています。やっぱり上に引きつけてのショート、下に引きつけてのロングが基本になるかなと思うんですけども、方向感がないですからね、なかなか僕は積極的にやろうとは思えないんですけども、ただ明らかにレンジが見えてますから、レンジトレードをしていくのは全然ありだと思います。ただ今のこのいった現在地ですね、真ん中です。こういった真ん中で、中途半端にポジションを持ってしまったら、この上下の動きに振らされてしまうと思います。そういったのはなるべくなら避けたいところかなと思いますんでね、こういった中途半端なところでポジションを持って、そして捕まらないようにしていただければと思います。円相場が動いてないというのもこういった値動きの理由の一つかと思います。この円相場に関しては金曜日ですかね、日銀会合というのがどうしてもやっぱり意識されてくるかと思いますので、この結果を受けてまたどうなるかというのを週末見ていくことになるかなと思いますね。それまではドル円というのは、こういったレンジを強く意識して引き続き見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウのシフリー、1時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均ですけども、ちょっと売りは強く出ましたかね。リバウンドなんかもこう強く入っていますけども、ただ冷やしを見ていくともいい線ですからね、上昇トレンドが止められたということになってはきそうで、そうなると今後は調整局面見ていくことになるかなと思います。ということはまず最初にやっていくのは高値安値の把握、特にこの高値はある程度見えていると思いますから、問題は安値ですかね。これがはっきりまだ見えてないですから、このしばらくはこの安値を探していく、そういった相場になってくるかなと思います。波の起点が$33,600あたりですから、このサポートを割り込んでくると、環境も変わってしまうと。昨日 FMC で結構大売りなんかも強く入りましたけども、リバウンドなんかも入ってますからね、まだまだ相場の方は強そうですね。高値も抜けてきてますから、上昇トレンドもしっかり見ていくことになるかなと思います。最初に見ていきたいのはサポート探しかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。昨日の日経平均上髭つけてちょっと上値が重かったりもしたんですけども、ただ FMC で少し買い戻されてきましたかね。結果冷やしを見ていくとまた陽線ですね。このまま陽線になってくると 1,2,3,4,5 5営業上ですか、ずっと陽線が続いているということになります。上昇トレンドまだ見えてますね。まだ確定まであと2時間ありますので、どうなるかちょっとわからないところですけども、大崩れはしてない状況です。ただ若干上値重い形もこれだと見えてくるんですかね。もしかしたら33,600円、700円、このあたりが一つの抵抗になってくるかも。そうなると調整局面という形も見えてくるんで、問題は今日の冷やし、高値を更新してくるかどうかというところになってくるんですかね。これだけ強かった相場ですからね、そう簡単にやっぱりすんなりは下がってこないと思います。どうしてもやっぱりこうショートが苦しい状況というのがありますから、下がれば買いが入ってくる、そういった環境あるかと思うんですね。下がるにしてもなかなかすんなりストーンとは下がってこないんではないかなと。若干こう上値の重さなんか見えてきてるように、個人的には思いますけどね。ただ売りを見ていくにしても、ちょっと難しい環境になってきそうですから、ショートを見ていくにしても調整の売りをショートで見ていくという環境ですよね。わざわざ調整をショートで見る必要があるのかどうかというところも合わせて考えていくべきかなと思います。チャートは強いわけで、高値で買う必要はないと思いますから、しっかり押しを待ってロングをしていく場所を探るでもいいと思います。高値抜けたら投げてしまえぐらいのね、割り切った気持ちでショートを見ていくならこれはありだと思いますけども、無理にこうショートを見ていく必要もないのかなというふうに思います。ただ値動き見てると若干こう上値の重さは正直感じたりはしますし、正直ここまで上がってきた、すごくこの上げのペースも早いですからね、高値警戒感は持ってもいいと思います。
まあ、強いのは十分わかるんですけども、ロングバーンもちょっと慎重に見ていきたい、そういった流れになってきたかなという感じはしますね。はい、変わりまして、こちらが金の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。まあ、金は全然こう動きなかったですね。昨日ドル動いたんですけどね、調整局面レンジの形が続いています。このサポート終わってくると環境がガラッと変わってくるんですけど、なんとかまだ踏ん張ってる状況です。昨日結構ドル弱かったんでね、もっとこう強い買い戻しがあってもいいのかなと思ったりはしたんですけども、まあ、案外こう上値が重かったですね。まあ、ドルとは少し逆相関の環境にはなりやすいですからね、昨日ドル弱かったわけですから、買われるはずであろう環境で買いが入らなかったということでもあります。まあ、こういった違和感というのは、まあ、少しこう頭に置いて、トレードをしてもいいのかなというふうに思います。ただまあそれでもサポートは割っていませんので、まあ、サポート割れたら積極的に、まあ、ショートを見ていくとか、まあ、そういったところでもいいかもしれないですね。まだサポートは割れていません。レンジの継続を見ていきたいと思います。はい、ということで、まずはドル円ですけども、何もこう決着つかずですね、結局レンジの中に、収まってしまっています。若干まだこれ高値圏ですかね、ただこれ抜けてないですからね、じゃあこの位置からロングしていくのかと、そこは慎重になってもいいんじゃないかなと思います。これ現在地高値圏ですから、まあ、レンジトレードしていくなら一旦売っていくということですかね。ただ僕はちょっとドルはね、そこまで動きも意識してますので、ドルが買われてくればブレイクなんかもこれは全然ありますから、まあ、そこは十分注意して見ていくことになりそうです。あとはドル円に関しては円相場ですかね。この円が今動いてないですから、まあ、これ円が動いてくると、まあ、決着ということになってくるかも。ただこの円に関してはやっぱり金曜日、日銀の会合というところがまあ今視野に入っているかと思いますので、今日まだ木曜日ですからね、動きは鈍いかもしれません。そこも合わせて、まあ、慎重に判断はしたいところですね。今はレンジが見えています。まあ、ブレイクとか、まあ、そういったのを見ていくのはまあ期待トレードになってしまいますので、そこは注意はしたいですね。はい、そしてこちらがドルインデックスですけども、これがちょっとわからないところですね。このあたりのサポートを見てたんですけども、まだ抜けてますよね。ただ引けるまであと2時間あります。2時間で戻されたらまだサポートということになりますし、2時間で売り込まれたらブレイクということになります。今のこの位置かなり中途半端なところで、まあ、言い方があればすごく面白いところですね。僕はまだこれサポート見えてますので、このように買いが入ってくると面白いかなと思いながら今値動き見てるんですけども、まあ、決着まであと2時間ですかね。この動画を撮ってる中ではちょっと動きはなかったですから、次の動画の方を撮りながらもう一度このあたりの値動きをしっかり見ていこうかと思います。もし動きがあれば、まあ、次の動画の最後の方で触れていきたいと思いますので、ご覧になっていただければと思います。今回は以上になります。ドル以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。